8月12日月曜日7時45分。おはようございます。ウエスタ川越ワクワクレディオ。川越駅西口から徒歩5分の文化施設ウエスタ川越がお届けいたします。本日は第2回目の放送です。番組のパーソナリティは私コメさんです。本日もよろしくお願いいたします。だいぶ暑くなってきましたね。ムシムシする日々が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。で、これを収録しているのは実は6月の終わりなんですが、どうですかね。今、去年は8月1日が梅雨明けでしたが、例年ならそろそろ明ける頃です。夏の支度をして待ちましょう。さて、ここからはウエスタ川越で今最もホットな情報をご紹介するピックアップウエスタ。ラジオ川越リスナーの皆さんへお得情報もありますので、最後までお聞き逃しのございませんように。今日は7月24日土曜日、ショーホールで開催する川越市提案事業ウエスタ川越フラダンス講座プレゼンツスペシャルフラコンサートアロハウエスタ川越フラコンサートについて、企画チームの斉藤さんからお話を伺います。おはようございます。ウエスタ川越の斉藤です。どうぞよろしくお願いします。斉藤さん、2週連続の登場ですね。今日もよろしくお願いします。フラダンス講座プレゼンツとありますが、普通の公演とは違うのでしょうか。そうなんです。ウエスタ川越では大ホールや小ホールでの公演をたくさん企画していますが、会議室などでの障害学習講座も企画運営しているんです。へえ、これまでどんな講座を開催されたんですか。はい、例えば資格やスキルの勉強をするための宅建や医療事務資格取得講座、あと語学などですね、そういったものもありますし、芸術や文化に興味のある方に対してはオペラ史や世界遺産などを学べます。また講演会も行っておりまして、南極の不思議や、あと埼玉県のゆかりの渋沢栄一についての講演会もあります。あとは子どもや親子での参加ができるキャンプなども人気があります。へえ、私が参加してみたい講座もたくさんあります。いろいろな分野で開催されているんですね。その中の一つがフラダンスなんですか。そうなんです。今年は4月からフラダンス講座を開講していまして、全部で12回レッスンがあるんですけれども、せっかくウエスタ川越には小ホールがありますので、ステージに立つことを目標にレッスンをしていきましょうという講座にしました。ですので、このフラダンスコンサートの出演は講座の受講者の皆さんで結成したフラダンスチームピカケです。すごい、4月から練習されているんですか。ご家族やお友達の皆さんも楽しみにされているんでしょうね。はい、やっぱりステージに立つという目標があると皆さん一段と楽しそうですし、練習にも力が入っています。そうですよね。ピカケというチーム名なんですけれども、とても響きが可愛らしいです。どうやって決められたんですか。チーム名のピカケは受講者の皆さんで決めました。白いジャスミンのお花のハワイ名なんです。練習の成果がピカケの花のように元気よく咲いてくれるといいなと願っています。今私もちょっとウィキで調べました。ピカケはクジャクを意味する霊のことを指すんですね。フラダンスというとハイビスカスを連想しますが、白いジャスミンは可憐なイメージがありますね。はい、今も皆さん本番に向けて一生懸命練習していますので、ぜひ多くの方にご覧いただきたいです。ピカケの初めてのステージを温かく見守っていただけたらなと思います。3ヶ月の練習でステージ発表ができるなんて本当に頑張っていらっしゃいますね。フラダンス講座の講師はどのような方が務めていらっしゃるんですか。はい、講師の先生はプロダンサーのひなりゆみこさんです。映画のフラガールは大変有名なのでご覧になった方も多いと思いますけれども、映画の舞台となった福島県にあるスパリゾートハワイアンズでフラガールとして活躍していた経歴のある方なんです。6年ほどスパリゾートハワイアンズで活躍されまして、引退された後に本場のタヒチでダンスを学んで、
今はさいたま市にあるタヒチアンダンスとフラのスクールタヒチヌイを主催されている実績と実力抜群の先生です。フラガールは私も見ました。皆さんすごい方に教わってるんですね。講師の方の演技も楽しみですね。はい、そのひなり由美子先生のおかげで今回特別ゲストにスパリゾートハワイアンズのフラガール OG の皆さんとタヒチヌイの皆さんにご登場いただくことになりました。優雅な雰囲気が特徴のフラダンスと躍動感あふれるタヒチアンダンスの両方をご覧いただけるスペシャルなコンサートになりますので、ぜひ皆さんご期待ください。ウエスタ川越のショーホールが華やかなフラダンスのステージに変わるコンサート、とても楽しみです。冒頭で申し上げましたが、ウエスタ川越では私どもが企画する講座がたくさんあります。このような趣味を広げるきっかけになるようなものだけではなくて、資格取得や講演会、あと心や体の健康を考えるものなど多彩な講座を開催しています。講座のキャッチフレーズは新たな学びをここからなのですが、やってみようかなの最初の一歩を手助けできるようなものを企画し開催しておりますので、ぜひお気軽にご参加いただきたいです。これから開催予定の講座も教えてください。はい、今月の下旬7月27日の火曜日に受付を開始する講座は9月に開講されます。初級ビジネス英語、防災・減災、リフレッシュ体操、ドローン子ども編です。いずれの講座もウエスタ川越では定番になりつつある大変人気の講座です。詳しくはチラシやウエスタ川越のウェブサイトをご覧いただければと思います。毎月新しい講座の告知や申し込みを発表していきますので、ぜひ楽しみにしていてください。大ホールの講演はもちろん、ウエスタ川越の講座にも注目ですね。斉藤さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。たくさんの皆様のお越しをお待ちしております。ここで速報です。ご紹介したウエスタ川越フラダンス講座プレゼンツスペシャルフラコンサートアロハウエスタ川越フラコンサートですが、この収録後に完売してしまいました。期待してくださった皆様、大変申し訳ございません。またこうした講座を企画したいと思っておりますので、ぜひその際はふるってご参加ください。なお、チケット発売中の講演は他にもございます。8月12日木曜日に公演の劇団四季ザ・ブリッジ歌の架け橋は現在好評発売中です。前回ご紹介しましたケロポンズと合わせて、ぜひこちらもチェックしてみてくださいね。そしてラジオ川越リスナーの皆様への特典情報です。窓口でチケットをご購入の際、ラジオ川越を聞いたよとお伝えいただくと、ウエスタ川越オリジナルクリアファイルをプレゼントしちゃいます。スタッフがデザインした可愛いクリアファイルです。先着50名様限定ですので、お早めにお越しくださいね。番組の最後にウエスタ川越からのお知らせです。皆さんはウエスタ川越ウェブメンバーズをご存知ですか？ウエスタ川越ウェブメンバーズはいち早く公演情報をお知らせするほか、会員向けのチケット先行発売や会員価格での販売などお得がいっぱいのサービスです。入会費、年会費はなんと無料。登録も簡単ですので、皆様ぜひご登録ください。詳しくはウエスタ川越公式ウェブサイトをご覧ください。さらにウエスタ川越ではこの度公式 LINE を始めました。イベントやチケットの情報をどんどん発信してまいりますので、こちらもぜひ友達登録をお願いします。新規ご登録いただいた方にはトーク画面で使える可愛い壁紙をプレゼントいたします。その他 Facebook、Twitter、Instagram、YouTube チャンネルでもウエスタ川越をぜひチェックしてみてくださいね。来週は夏休みのイベント情報をお届けいたします。
それではまた来週の月曜日にお会いいたしましょう。ウエスタ川越ワクワクレディオ、埼玉県西部川越市からにぎわいを創造する文化施設ウエスタ川越がお送りしました。